これがいつもしんどい場所だよね。はい、そうですね。ゴリゴリになって、今掘りって言っちゃった。よいしょ。これだ。全然柔らかいですね。ここ。ここ。ここだ。首とかに繋がっていく場所ですね。
だいぶ痛さが減りましたね。首はね、そんなにね、硬くない。あ、そうですか。うん。痛いけどね。首の強さ、これぐらいだったら大丈夫かな。肩甲骨の凝りが肩こりとして頭が間違えちゃってるっていう感じですね。左の後ろの側は大丈夫。目の疲れで、この場所ね、ここだけちょっと硬いね。てるっていう自覚症状はやっぱ言われるんだけどね、こいつの方が大分。ああ、そうですか。でもね、首のね、あと横のところとかもあったりとかするので、もうちょっとね、待ってね。首のね、後ろ側の方が凝る方と、この前側の方が凝る方とあったりするんですよ。あ、そうですか。その紹介してくれた人に、やってもらうんだったら、首の前側をやってくれっつって、了解。あと右の肩甲骨のところをしっかりやってくれっつってね。
まだ痛いけど、だいぶ硬さがね、そうだね、柔らかくなってきてくれましたので、この反対側に行きましょうか。ほら、左ほどじゃないよ。なんか、どっちかが。どっちかが、片方だけだね。偏ってますね。偏ってますね。ないわけじゃないんだけどね、大丈夫だね。もう一回反対側向きます。マジですか。しっかり緩めといた方がいいでしょ、だって。でも、だいぶマシになってるね、さっき言われると。ちょっとこっちを見てですね。で、モンベ整体60分でできるの以上なんですが、はい、背中がね、はい、一番初めに触った時からだいぶ柔らかくなってくる。よいしょ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。起き上がりたくない。よいしょ。よいしょ。起き上がったら筋肉痛とか足大丈夫かな。あ、結構あちこち。あちこち、あちこち痛いよね。でね、そのね、痛いのはね、取れてくれるとね、もっと体すっきりするような、そんな生活してますから、あの、今ちょっと筋肉痛になってるんですけど、それはね、取れてくれたらもっとすっきりしますから、その様子を見てください。で、大体ね、これでね、効果はね、1ヶ月ぐらい、1ヶ月から2ヶ月ぐらい効果が続きますので、はい、そんなに結構続きます。はい。なんか聞いておきたいこと。ああ、いや、サウンド大丈夫です。はい、以上でございます。はい、よく耐えました。ありがとうございました。はい。